アイダイマイジャスはい、レンです。サスケです。テペです。お願いします。お願いします。始まりました。今日のテーマ、はい、ムカデ人間再現したらどうなるのかについてお話ししたいと思います。おお、知ってますか？もちろん。あ、もちろん。もう見たよ。ということで、まあもちろんみんなね結構知ってると思うんですよ、うん、これ実際に再現したらどうなるかちょっと気になりません？じゃあ早速いきたいと思います、うん、まあ、知らない人に向けて一回、うん、内容ざっくり話しちゃいます。ムカデ人間とは日本では2011年に公開された映画。あらすじ話すとですね、アメリカのある森の中にですね、ドイツ人マッドサイエンティストヨーゼフ・ハイター医師という人が、住んでいたんですね、うん、で彼はもう世界的に有名なドクターなんですけれども、うん、とにかく人間が、ね、大嫌い、うん、人間が大嫌いすぎて森の中に暮らしている、はいはい、博士なんですよ ね、 でね、彼の唯一の願望が人と人をくっつけたいという、もうやばい、繋げてみたい、繋げてみたいなんですよ。で、まあ、どうくっつけるかっていうのも知らない人に向けて話しちゃうと、まあ、ある人のお尻の穴と、うん、ある人の口をこうくっつけちゃって、うん、もうね、這わせてムカデのようにしちゃおうというのがムカデ人間ですと。で、まあ、そんなハイターの屋敷に女性2人が迷い込んできてしまって、ドクターはまたとないチャンスだということで2人眠らせて、もう1人ね、カツローっていう日本人を誘拐してきて、くっつけちゃったらもうやばいことになるっていうのがもうこのムカデ人間って映画でした。で、それがファーストまず3人でした、うん、で、セカンドでちょっと増えて12人、うん、で、3で500人、あ、500か、やばいな、それ繋げて終わるっていう、刑務所やったっけ、刑務所です、刑務所です、やばい映画なんですけれども、でこれ実際にやってみるっていうのを検証するのをお話しする前にですね、このアイディアちょっと面白かったんで、まあ、ちなみにということでお話しするんですけれども、うん、こんなアイディアどうやって思いついたんだよってね、いろいろ僕調べてみたんですけども、一つね、ちょっと都市伝説みたいなのが、まあ、ありまして、軽く、なんやろ、もしかしたらこれを参考にしたんじゃないかっていう話が、ね、あるんですね。それが、はい、ハイチの双子の話っていう、ね、もので、1943年頃ハイチでは貧しい家庭は子供を見せ物小屋に売って生活することがあったそうです。なるほどね、うん、そう、でも普通の子供じゃ売れないので、うん、子供2人をくっつけて見せ物小屋に売ってたみたいなことが、くっつけてって何、そう、あ、本当にあんな感じで、要は見せ物だから面白おかしくしないと売れないってことだから、そういうふうにして売ってた、でもそれお金を稼いでたみたいなことがあったらしくて、しかもその当時のやり方だからヤバそうだね、くっつけ方が。でもこれマジで当時ハイチにはくっつける専門の医師がいたらしくて、マジであんま痛くなく手術をできる技術があったぐらい、もうそれは普通にやられてた。これ結構怪しいんですけど、話としては。でもし本当にこの話があり得るんだったら、それはどうなるのかめちゃくちゃ興味が湧きますよね。まあ、しかもなんか今後未来ですね、うん、食糧難が予想される中で、うん、まあ、こういう生き方を選ぶ人が増えるかもしれない、どんなことかもしれないという話ってことで、早速本題、医学的に見てこれ実際にやったらどうなっちゃうのっていう話を、うん、していきたいと思いますけど、ね、うん、そこで、ね、ある医師の方が医学的に見てムカデ人間どうなるか3つのポイントで絶対無理って言ってます。あ、もう絶対無理なんだ。絶対無理、もう夢ついえちゃうんですけど、うん、まあ、その3点お話ししたいと思います、うん、まずね、呼吸困難が予想される。あー、もうなんか入っちゃうんですけど、ね、人間ってうんち入っちゃうと、うん、本能的にゲロで出そうとするらしいんですよ、もう体にいらんものだから。そのゲロがこう前のこう押しバババババババ、なるほどね、確かに戻ってきて、それでまず死んじゃうんじゃないかっていうふうに、うんち窒息死、うんち窒息死がまず予想されているんですよ。なるほどね、なるほど。次に感染症がね予想されると。どういうことって言ったら、まあ、大便の中ってめちゃくちゃ大量の細菌がいるんですよ。だってもういらないもんだもんね。そう、大腸菌はじめとしてもう大量のいらない菌、やばい菌がいっぱい入ってて、うん、もうそれ食ったらもう傷口からそれも細菌入ったら、体回ったらもう終わりだね、終わり、終わりだね、終わりで、しかもめちゃくちゃダイレクトにここを切ってるんで、うん、映画でも、うん、絶対無理でしょうと、ね、というふうに言われていますと、うん、最後に栄養失調が予想されると、うん、つまりもうほんと大便とか本当に全部スッカスカなんですよ、栄養がね、うん、だからもう何もないんで、そのまま入ったとしても仮にここめっちゃ綺麗に手術して、うん、まあ、ゲロとかもしないぐらいするって入ったとしても、うん、最後尾の人とかはもう何もない。そうだよね、カスカス、もう500人とかだったらうんこもなくなってます確かにぐらいの
勢いでもういろいろ全部吸収しちゃうんだ体が。まあその栄養失調で、まあ、死んじゃうんではないんでしょうかというふうに言われているという点でね、ちょっとまあ実現はちょっと難しい、うん、ほうほうほうっていうのが今回の結論、はい、まあ簡単な結論なんですけど、うん、実現はできないということでした。なるほど。はい、まあちょっと残念なんですけどね、いずれ医学と進歩によって、まあ、再現できる日が来るかもしれない知れないということで、まあ、今回のお話でした。結論ということでした。結論じゃあ一個言っていいですか。お願いします。いいですか、はい、お願いします。本日の結論、うちでホラー映画見ようよは見ない